はい。舞姫大学の特別講義でございます。今回は、旅の恥は書き捨てという言葉にね、ちょっと注目して、その意味を考えてみようかと思います。今、車で旅をしている写真を今ね、お見せしてますけども、いや、この時はね、私は、まあ、なんて言いますかね、旅を楽しむ人間を演じてるんですよ。空の青さに車を止めて写真を撮る。 なかなか面白いですね。私の場合はね、大好きなセルシオっていう車と田舎の風景、この組み合わせが結構好きなんですよ。まあ、せ、ですんでね、こうやって一人でちょこちょこ写真を撮ったりするんですね。また今回の旅は、大和くんが助手席に乗っています。二人旅なんですよ。で、大和くんには助手席で待っててもらって、ちょっと写真撮ってくるね、みたいな感じで、外に出て、パチパチっと撮ってね。で、また旅を続けるみたいな感じです。 はい、それで今回のテーマ、旅の恥は書き捨てという言葉ですけども、これはね、旅先では普段できないことや、ちょっと恥ずかしいなと思えることでも気にせずに経験してみようという、ある種の開き直りを表す言葉だと思います。3つぐらいの意味にまとめて解説しようと思います。1つは、新しい経験への挑戦をしていこうよということです。旅先では、普段の生活では、 味わえないような経験をする機会がたくさんあります。この言葉はそんな新しい経験に積極的にチャレンジしてみようという心を促しているのかもしれません。例えば私は観光地に行く際に大体ね、こう地元の演芸とかを見るんですよ。舞台の上で役者さんが色々とね、面白い歌や踊りを披露してくれて劇をやってくれると。そのラストシーンでお客さんの中でも やってみたい方いませんかっていうふうに呼びかけるところがあるんですよね。もう私は正直ね、真っ先に手を挙げてね、ステージに挙げてもらいます。そして、モノマネをしたり、歌ったり、踊ったり、どこからやってきたんですかって言ったら、私は広島からやってきましたみたいな感じでね、お話ししたりとかします。私は YouTuber としてやってきましたんで、録画をさせてくださいみたいなね、言ったりとかしますね。まあ、つまり、せっかく食べに来てるんだから、普段できないような体験を一つでも多く、 やらなきゃ損だなと思ってますそして旅を受け入れてくれるそういった地方でもそういったことをね歓迎してるんじゃなかろうかと思います二つ目のポイントですけども記憶に残る旅にするっていうところがあるんじゃないかなと思いますそういう意味で旅の恥は書き捨てまあね地元の人に迷惑をかけようっていう意味の恥の書き捨てじゃありません旅の思い出は一生の思い出になるものです少し恥ずかしい経験でも後になって面白い話になる かもしれないんですよね。まあ、ですんで、旅先で、ちょっと気になった方がいたら、おおこんにちは、と。どちらからですか私は広島です。いや、暑いですね。みたいな感じで話をかけてみると、やっぱりね、旅に出てる方って、旅先で人間関係、ちょっと欲しいんですよね。あんまりベタベタして、付きまとわれても困るんですけども、ちょっとしたことでね、声をかけ合って、それが一つの思い出になるってこともあると思います。三つ目。 肩の力を抜いて楽しみましょうってことです。ね、旅は日常から解放されて心身ともにリラックスできる貴重な時間です。この言葉っていうのは肩の力を抜いて思いっきり旅を楽しもうという気持ちを表しているのかもしれません。私は旅に出る際に男は辛いよのトラさんの格好をしていることが結構あるんですよ。そうすると間違いなくトラさんファンから声をかけられます。そして私もね、トラさんの真似事を2 3、3ぽい 打ちましてね。で、楽しんでいただく。そして自分も楽しむ。トラさんの真似事をするっていう感じですよね。まあそういった形で私は、厚見清さん、トラさんの真似をするのは、実はね、あの格好をすると一目でトラさんファンってことがお互いにわかるってことなんですよ。例えば、高倉健さんの真似をしても多分気づかれないでしょう。武田鉄矢さんとか、タチヒロシさんの真似をしても多分気づかれないと思います。でも、 厚み清さんの真似っていうのは、あの格好に、カバン帽子を被るだけで、ほとんど誰でもできるんですよね。しかも、私みたいな中高年、おじさんが真似をするのにうってつけなんですよ。最近ではコスプレ文化っていうのもありますけども、大体ね、アニメとかアイドルさんのコスプレなんで、10代とか20代の方じゃないとできない。特に女性がやる例が多いですよね。そう考えてる時に、年をとってもできるコスプレって、 トラさんがうってつけなんですよ。うん。だから私はね、これからもトラさんコスプレで旅を続けていこうと思います。はい。という形で今回はね、旅の恥は書き捨てということで、3つぐらいポイントを絞ってお話ししてみましたけども、ナミさんの旅はどんなものでしたまた聞かせてくださいね。それでは、お疲れ様です。夏を最後まで楽しんでいきましょう。